テクテク歩いて行こう。はい、ここはどこでしょう。ヤシオ。ヤシオのフラワーパーク。中川ヤシオフラワーパークかな。そう、それが正式名称なんだ。正式かもしれない。いいね。青い花は何？わかんない。これ大犬のフグリではないもんね。こんなちっこいさ、もっとちっちゃいのがいるけどさ、これ違うもんね。うん、これは違うね。大きいもんね。わかんない。ね。女だから花の名前知ってると思うなよって。カックも一般ね、一般男子ね、花の名前とか知ってるとちょっとキュンってくんの。花の名前とか詳しい女性とか何ちょっといいなとか思っちゃってるの。そうね。だからワックもそうかなって思ってね。子供たちにね。子供たちに笑われてます。で、左にちょっとか、あ、右か、右にちょっと傾けて、逆逆。そう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 。で、もうちょっと顔を大きくできる。大きくはできない。うん、あのね、微妙な感じ。あのね、蝶々の方が右の方が、右っていうか左っていうか、あ、そう、あ、そっちの方がちょっと似合うかもしれない。あ、いいね、いいね、いい。OK。 またこれ風がすごいな。風がまたカック嵐を呼んだ。顔大きくはなんない。顔大きくはなんない。はい。じゃあ次は花ピー。あれ、花ピーやんないの？花ピーはいいよ。わこちゃんだから。本当？おしまい。おしまい。すぐ飽きる。はい。ヒガンバナの里。まだ季節ではない。はい。なーい。もうちょい。だから。あれ、どんなんだったっけ？
出てきてるね。型の風車ですね。風車、風見。風見鳥。うん。風見飛行機。これは何？風光系っていうの？そういう言い方をする。そうだね。風車ではとりあえずない。風光って風の向きの測り？分かんない。まあ風見鳥。風見鳥。僕笑っちゃいます。僕あ、音痴になっちゃった。おいしいぞ、出来上がり、ポン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 、熱いうちに召し上がれ、やけどすんなよ。